皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、皆さんメッセージ見ましたかね。こちら一番上、超時空ガチャ第8弾、実装されるというわけですよね。うん、でまあこれは明日かな、うん、明日の11時から16時までアップデートが入るみたいなんで、まあもうすぐ来ますよで内容ちょっと見ていきましょう。さあ、新しいキャラクター、スーパーサイヤ人孫悟飯と、スーパーサイヤ人2トランクス青年期実装されます。はい、あとこれか、マイもスパーキングですね。はい、実装されますということですよ。うん、で人造人間18号と17号がエクストリームで新しく追加されるみたいです。はい、まあこれを見る限り、まだ今月サイヤ人パーティーがちょっとは復権してくれるんじゃないかなという期待があるんですよね。今の環境ね、紫のパーティーがめちゃめちゃ強いじゃないですか。なのでこの孫悟飯が黄色なんですよね。やっぱり黄色で強いキャラクター出るかなとは思ってたんですよ。今の環境を見てみるともう分かりますよね、紫一強みたいになってるんで、黄色で強いキャラクター出さないかんと思っていたんですけど、まあ実際来ましたね。はい、でどういう能力なのかっていうのが全く書いてないですよね。うん、タップできないですもんね。はい、ただ、まあ、まあようやく来たかと孫悟飯か。ただベジットと、魔人ブーがまだですよね。うん、まあ、細かいキャラクター言ってしまうとまだいるんですよ。アルティメットご飯とか、どうなったんだとかあるし、まあ、いろいろねキャラクターが出てないんですけど、まあ商売うまいですよ、小出しにしていく感じですよでこの超時空ガチャ第8弾で絞るだけ絞って、でベジットのガチャを、まあ、今月中か来月中に出すみたいな、多分そういう感じやと思うんですけど、まあこれはね楽しみですね。うん、でトランクスも青色なんですよね。青色って今結構強いと思うんですよ。うん、まあ強く出せるって感じですよね。紫が多いんで、まあ、その不利でもない青色を出せるみたいな、だから今月サイヤ人パーティーに難なく、入るのかなとは思ってるんですけど、いやこれはねすごい楽しみすごい楽しみです。はい、でこれマイですよ、マイまさかスパーキングで来るとは思わなかったけど来ましたね、スパーキングで。うん、しかも緑か、だから女戦士パーティーもそろそろ組めるレベルになってきたのかなとは思うんですけど、けど組んでも勝てないですよね今の環境。うん、このマイというキャラクターがブロリー同等、ゴジータ同等みたいなキャラクターになるとは考えられないんで、まあっても、まあ、ミスターサタンのような補助タイプだと思うんですよね。うん、なのでまあ、まあでもね、女パーティー組んでブロリーパーティーボコボコにするのも、まあ、見てみたいですけどね女は強しみたいな感じでね。はい、っていうところかな。うん、いや孫悟飯来ましたね、根血がまた強くなるのかなとは思います。はい、でまあここエクストリームは正直、うん、期待はしてないかな18号何体組んねんって話だけど、うん、期待はしてません。まあ一番期待してるのがご飯ですね。ご飯やっぱりこの紫環境に一括入れてくれるようなキャラクターになってくれることをちょっと祈ってますよ。はい、まあ、これは明日です。明日の11時から16時のメンテナンスが明けると多分すぐ来るんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回ちょっと PVP ちょろっと回ってみようかな。今流行りの、紫染めパーティーでちょろっと回ってみます勝つのが楽しいんでね。でラディッツの枠を、パイパイにしました。はい、まあ、この紫のパーティー紹介させてもらったら、いやパイクーハンでしょみたいなことが言われたんで、もう今回はパイクーハンでいけますよ。はい、
うん、これでいこうか。相手ブローリーいないですね。けどそれなりにランクが高い。よろしくお願いします。さあやっていきましょう。オッケー、はいはいはい。まあ対面ベジータの時は後ろにバックしてあげるのが安定じゃないですか。はい、これは最速ですね。最速じゃないんかな。あまりはよく分かってないけど、はい、さあ頑張っていこうか。まあこれ覚醒して変えて、あちょっとなんかピターっと止まったね今。うん、で混血サイヤ人が強くなるってことはもう今日中あたりにちょっと混血を育てておかないとまずいですよね。うん、まずいよね。はい、とりあえずこれで止めといて。いやーめんどくさいな。あーマジか、これはまずい。ライジング来る。ご飯、悟空、悟空、悟空来てくれ。あーやばい、これはまずい。まずいな、射撃でいこうか。キャラクターチェンジ下手すぎ。うん、残念。落ちるかなこれ。落ちないじゃない。いやー、あー危ない危ない。落ちないでいく、よくでいく。 OK、 最速。まあこれベジータいるんでちょっと殴れるだけ殴っといてって感じかな。はい、あら足りない、これは間に合わないか。 OK、 間に合っていく。はい、いっけー、いいダメージ。とりあえず特殊で力を貯めてよくね。うわあ下手くそ。下手くそ。もうライジングラッシュはこいつに当てたいな。ライジングラッシュはこいつに当てたいな。よいしょ、単発通常攻撃よくでいく。 OK、 ほいほい。まあこれは普通に落ちるんじゃない。うん、さあ頑張っていこうか。マジか。まあでも対面は有利なんでこのままいこう。変えてと。いやマジか、きついきつい、危ない危ない、きつい。通常攻撃変えれる、変えれるんだ、変えれるのか。オッケー、ほいほいと。いやライジングラッシュ腐ってんな、腐ってる。ライジングラッシュが腐ってる。オッケー、ほい、よーし。いやちょっと遅かった、ちょっと遅かった。そろそろライジングラッシュ来そう。いや自利品自利品自利品、ほい、 OK、 ほい、究極アーツ、これで落としといてと。はい、でスーパーサイヤ人3のカメハメハ打ってライジングラッシュつなげていこうか。うん、あ当たっちゃった、マジか。マジか、当たっちゃったか。苦しいなそれは。避けてくれよ。避けろよそこは。うーん、頑張ってさ。 OK、 ほいほいと。そこは避けてくれんと、避ける前提だったんだから。はい、 OK。 え、嘘、ただ海洋圏解除されちゃったよ。オッケー、もう終わりでしょ。オッケー、対戦ありがとうございました。すげえ危ない試合やった。あっと。おい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 。あれ、まだ冬休みやったっけ？もう冬休み終わりましたよね。またな。またな。はい、お疲れ様でした。ということで、まあ今のうちにね、このご飯とか、アウトランクスを使いたいっていう人は、
今日かな、今日か明日ぐらいメンテナンスまでには今月サイヤ人のパーティーをちょっと育てておく必要があるんじゃないかなとは思いましたね。うん、これはね非常に楽しみです。で、今月サイヤ人の黄色枠ってご飯しかいなかったんですよね、ちっちゃい頃の。うん、だからそれ以外で来るっていうのはなかなか心強いんじゃないかなと思います。はい、ということでよろしければチャンネル登録と、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるのでよろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。